ちを巡ってる運がある。この渦を消したった憂鬱、何が不思議。こんにちは。こんにちは。今日はゾットオンザウェブが来てくれてます。ゾットです。お願いします。よろしくお願いします。ちょっと今日はチャンピオンがいるので、早速料理の方頼んでいきたいと思います。3 on beat。 乾杯。乾杯、うん、お疲れ。お疲れ。うん、男見さん、斬新海鮮サラダ、斬新だね。斬新なんか、ね、でかビートメイクを始めたきっかけ、それね、一番最初でしょ。はい。もともとその俺栃木県の宇都宮市っていうとこ出身で、そこで音楽をやり始めた時が歌を歌ってて、自分で R&B シンガーをやってて、19ぐらいかな、うんうんうん、の時に、誰もこの R&B のビートを作れる人間がいないと。はいはい、歌っててね。そうそうそう。え、歌ってた時は何人の上で歌ってたの？ね、112とか。はい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 。112って何の曲？キューピット。甘い。めちゃめちゃ甘い。とかインスト。はい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 。なんかその当時3人組でその R&B をやってて、ここ卒業して19ぐらいの時にビート作らないとなみたいになって、はい、そのファントムっていうなんか大きいシンセサイザーをその3人で買って、はい、最初俺作ってなかった、うんうん、俺じゃないやつが作ってたんだけど、うんうん、なんか全然かっこよくなくて、はいはい、そいつが作るやつが、ね、そうそうそう、ちょっと貸してみっつってやったことないけど、うん、でやりや作り始めたのが最初。うん、そっからそのファントムって機械で何年間かやってて、うん、で23ぐらいかな、はいはいはい、22とか3ぐらいの時にそのDTM、いわゆるそのパソコンで曲を作るっていうのを始めたのがそれぐらい。そこからはもう今にもう繋がってる。はい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 。寿司が来ました。いいね、寿司です。楽曲をプロデュースするときに大切にしていることは何ですか？プロデュースするときに重きを置いてるのはラッパーだったりアーティストの意思を結構細かいところまで汲み取って、その上で何パターンか提案できるようにするというか、あくまでもアーティストの基本の軸を尊重した上でそこに俺のエッセンスを添えていくっていうのは意識してる、うんうん、明確にやりたいことがなかったとしても、じゃあそう明確じゃないんだけど、そのぼんやりしたところをこう削ってって輪郭を出していく作業とか、はい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 、そうそうそう、あくまでもアーティストファーストで進めるようにはしてるっていうか、その人のいい部分を損なわないように、なおかつ自分のカラーをそこに入れれるようにっていう。ちょっとはそうだよね、うん、俺言っとかないといけないのが、そのビートも作ってるし、うん、それもプロデュースをするっていうのもやってて、うん、もう全てだよね。全てだよね。アーティスト名の由来は何ですか？なるほど、これね、ゾット、うん、ZOT はずっと俺のターンの略。そうだよね、ずっと俺のターン、俺のターン。なんかネットその時なんかを見てて、ネットで、でその多分遊戯王とかの、うん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 、ああ、そのターンが来たみたいな、ターンね、コラみたいな画像があって、うんうんうん、それでずっと俺のターンだみたいな、なんか、うんうん、でそれを ZOT なんかゲーム用語とかで使うのかな、あるんだ、うん、確か、うん、ずっと ZOT したわみたいな、はい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 、はい、でも見て、あ、よくねみたいになって、めちゃめちゃいい、そうそうそう、ずっと俺のターン、うん、にしてこうかな、うん、みたいな、こっからしていけたらいいなみたいな、はいはいはい、意味合いも込め、めちゃめちゃいいよな、うん、オンザウェーブは、うん、なんかオンザビートとか、うんうんうん、なんかいっぱいいたオンザトラックとか、いっぱい俺がこのトラップとかを作り始めたってすごい、うん、確かにいた、いっぱいいて、うん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 、オンザウェーブがよくねってなって俺は、うん、いないしいいかないいみたいになって、そうゾットにオンザウェーブをつけたって感じ。ゾットも今回ツーマンに参加してくれるんですけど、はい、ツーマンに向けて一言を、ツーマンに向けて一言。2人とはもうずっと、うん、本当にずっと2人の楽曲を ね、そのビートの面とかは俺を頼ってくれて、うん、もうなんかずっと3人で作ってきたっていう、そうだね、感覚で俺は、てかまあまあ俺らはそういう感覚でやってきてて、なんかまあ一個集大成なのかなっていう、はいはいはい、だから本当にここまでこう一緒にやってこれたのが、うん、俺としても誇らしいというか、うんうんうん、2人
にとっておめでたい日だなって思うんで、お祝いですね。ありがとうございます。お祝い大運動会みたいな。はい、うん、そうだね、大運動会ね。大運動会みたいな、うん、なんですごくハッピーだよ。いや、めちゃくちゃハッピー、うん、お祭りなんで。お祭りです。皆さん来てください。お願いします。お願いします。今までの一番の何か失敗談とかってありますか？結構趣味が、はい、あの釣りで、うん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 、ラッパーの先輩のワイズさん、はい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 、ワイズさんがダムに連れてって、はい、そうブラックバスという魚を釣りに行くんだけど、そのダムで、はい、そうでボートを出して、うん、そのボートをワイズさんが操縦してくれて、はい、こう2人でこう船に乗り込んで出航するんだけど、うんはい、これその日全く寝てない状態でその釣りに出かけていって釣りって朝早いから、はい、でもうその前の人も仕事しんでもうフラフラで俺もで今日いっぱい釣ろうな、うん、スワイズさんもちょっと結構お前に釣らしてやるよ、はい、はい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 スワイズさんとか超釣り竿とか、うん、新しいのとかも用意してて買ったんだよこれ、はい、そうとかこういう話をしながらその、うんまあ、ポイントについて、うん、で第一投目、うん、第一投目投げた瞬間に、うん、俺はあのその船から転落した、うん、やばもう足をふらついちゃってもう超焦るじゃん、うん、俺もうやっべやべみたいな感じで船を横から乗ろうとしたら俺の体重でそのままガンってやったからワイズさんも落っこっちゃった一緒にしたらもうさっき言ってたワイズさんが今日買ったんだよって言ってた、うん、釣り竿とかも全部下に沈んじゃってはい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 そう新しいやつとかがもうでも回収できないよね。もうでもう俺も回収できないって分かってんのに潜って行ってきますみたいなそうだよねって潜れるわけねえだろみたいなってそうせっかくだなその日はまず釣れなかったでその1匹もう1匹も釣れない俺はそえ一応 やったんだよやったやったもうびしょびしょでもう1匹も釣れないで、うん、もう帰ってくるやばゾットの成功法則を、うんちょっと分かりやすく見てるみんなにぜひ教えてください。とにかくサボらないこと。うん自分の中でその要はペース配分をちゃんと決めてやる。うん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 、である程度明確な目標設定をしてあげて、そこにギリギリ最短距離、うん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 、でそこまで向かうっていうのはずっと意識してる。はいはいはい、今例えばこれ見てくれてるトラックメーカーの若い子とかに、うん、これをやった方がいいっていう言うんだったら何自分がこうビートメーカーとして世の中にバコンって名前が出たいっていう場合は、うん、とにかく寝る間も惜しんで作るガチの当たり前で、はいはいはい、なおかつかっこいいの当たり前の上で自分がこの人とやりたい例えばこの人と俺がやりたいんだ、うん、曲をっていうところを明確にこのピンポイントで狙っていくじゃないけどあと俺はこういうビートでいきたいんだいろんなことをやりすぎてしまうと全部がそれなりになってしまうからまずは一点突破っていうかそう自分がここが俺が一番長けてるんだっていうところを伸ばしていってこの人にやりたいんだっていうところにぶっ刺すとかこの人でやりたいんだとか本当に一点突破の方がいいといろんなことを手広くやりすぎない方がいいとはいはいはい、うん最後チャレンジバトルいきたいと思います。チャレンジバトル、チャレンジバトル。最初にチャンプンからお願いします。いいですか？どうぞ。ちょい、いきます。お願いします。愛を出せばいいんだ。そう、オッケーです。まず1ポイント。まず1ポイント。はい、1ポイント。はい、じゃあ次で決まるよ。そう、次で決まる。いきます。お願いします。えいお支払いお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。